ーチャンネル。はい、どうも、Cチャンネルの Cちゃんと申します。そして、時矢です。よろしくお願いします。で、トシもいますからね。あ、お願いします。今日はなぜこんな感じかというと、はいはい、時矢がもう卒業ということで、カメラだけ取り残して卒業。いや、今までありがとうございました。カメラも置いてかないやめるとして。え、今日はなんか、トキヤがいるってことは、なんかトキヤが持ってきた企画があるみたいな感じですか？お？いや、なんか、うん、あの、僕、最近、ストーンズの動画、まあ、はいはいはい、歌動画見てるんですけど、はい、バラエティ動画めちゃくちゃ面白いなと思って。うん、たくさんあるよね。めっちゃある。うん、すごいハマってるんですよ。はい。でも僕よりも、トキヤの方が、バラエティ動画、欠かさず見てると思うから。そりゃそうだよね。だから、しーちゃんにおすすめのバラエティ動画をこうプレゼンしてほしいなみたいな。はい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 、はい。なるほどね、おすすめの、ねえ、いいね、おすすめのね、なになにおすすめの動画、確かにいいですよね、確かにおすすめの動画やっぱ、人がいるからさ、やっぱで、まあ今日ですね、うん、まあこう、僕の好きなバラエティ動画しかり、こういう一面のストーンズってあんま普段のライブ映像とか見れなくないみたいな。おー。なかなかそういうのは結構あれだよ。確かにこういうとこは見れないなっていうのは結構厳しい目線でいくよ。あ、厳しい目線。俺はこんなのどうやって見れるじゃんって言うからね、俺ね。やば。いや、でもまあ、見れないようなものをちょっと3本ぐらい持ってきたんで。お、3本も。はい。でもね、あの、動画1本まるっと見ちゃうと大変なことになっちゃうから、はい、こういう動画なんだよっていうのをそれぞれ見ていく。抜粋してね。そうですね、うんうん。見ていこうかなっていう感じですね。オッケー、それじゃあ、トキヤが、絶対にこれを見たらあなたもストタンになるっていう企画です。どん Cチャンネル。はい、それでは早速、うん、トキヤがおすすめする動画のまず1本目。はい、1本目の動画は何ですか？1本目はですね、ストーンズ黒幕バレーボール大人気シリーズ海外お取り寄せ第10弾は青茶味で挑戦というタイトルです。これは僕も何個か見たことあるんですけど、はい、ドッジボール。ああ、ドッジボール。はい、近距離ドッジボール。はい、そういう企画シリーズですね、これ。青ジャージ。そうですね、青ジャージの。ねえ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 、体を動かす系の。そうですね、あれですね、それの、うん、で、まあこれタイトルにある通り黒幕バレーボールって言って、うん、なんかこうあのバレーボールのネットに、うん、まあ相手のことが見れないように黒い幕を張って、はい、まあそれぞれでこうなんかボールを投げて、うん、落としたら負けみたいなゲームなんですけど。なるほど、はいはいはい、これのまあプレイが面白いっていうよりかは最初に企画の説明をしてる時間があるわけですよ。おう、そこが僕的にちょっとこう普段のかっこいいストーンズから結構逸脱したこう いいシーンだなっていうのが。ちょっと話聞いてるだけでもちょっと楽しいわ、うん、ちょっと面白そう。なのでちょっとそこを見ていこうかな。なるほどね。じゃあ早速そのトキヤが言うね、この場面から見たらストーンズ面白いと。あ、はい、あ、見てやろうじゃないの。見ていきましょう。ルール説明？説明してるんです。慎太郎さんが仕切って説明してます。はいはい。お、実演ね。はい、見てる。あー、面白そう。ハプニング？これが今のガオーっていうのが慎太郎さんがヘロコクっていうあれなんですよ。で、このガオーとかパオーンで結構メンバーがおならをするっていうのがいろんな動画にあるんですね。彼らね、そういうことするんだ。そう。なるほど。じゃあ今のタイミングで、あの、慎太郎さんはヘをしたってこと？ヘをする、しちゃうんですよ。なんだよ、それ。プレイ中に出ちゃうとか。ハプニングじゃないだろ。自分で決めれるだろ。日本。いや、面白かったわ。ああ、彼らはアイドルですから、うん、はいはいはい、まあ、ああやってね、ライブではかっこいいパフォーマンスもしますし、うん、ドラマではこう、ね、それなりにこう、いい演技をしたりするわけですけど、うん、YouTube で見ると、もう本当に普通のあの、20代の青年というか。面白いわ。これは、この先も見たくなる。ああ、見たくなりますね。ああ、1本目いいじゃん、いいじゃん。あ、本当ですか。いいじゃん、いいじゃん。ありがとうございます。ぜひとも皆さん、このストーンズ黒幕バレーボール大人気シリーズ、海外お取り寄せ第10弾。は青ジャージで調整見てみてくださいよ、ぜひとも。これぜひ面白いですよ。面白かった。今この一瞬でも面白かったわ。この企画自体も面白いですからね。ね、うん、Cチャンネル。はい、ということで、はい、1本目面白かったですね。ああ、よかったです。2本目のおすすめとする動画は何ですか？はい、2本目もですね、うん、あの青ジャージ企画ではあるんですけど、タイトルはストーンズ
9マス鬼ごっこ青ジャージに外れなし。おー、また青ジャージだね。はい、はいはい。まあ、本当にいろんな動画がまあ、あるんですけど、はい、オフのトークよりも、うん、彼らの体を動かすのが僕は結構好きで。はい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 、はい。で、この9マス鬼ごっこ自体が、すごくこう、うん、人気のある企画なんですよ。すごいですよ、再生数も。企画動画で556万再生なんですよ。すごいっすね。まあ一旦ちょっとやってるところを見てみて。おも早速。まあちょっとこうなんかこういうところいいよねみたいな話したいな。なるほどね。じゃあ早速じゃあ見ていこうと思う。これこの辺から見ていいんですか。はい。むずいなんか。そうか、ごめん。これさ、ちょっとさ、ルール説明としてはさ、はい、その精度で動いて、そうです、そうです。だからタッチしていくわけだよね。今は、ビブスを着たキョモさんが鬼なんですけど、はい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 。これ、めっちゃなんかこの動かす企画であれなんですけど、うん、キョモさんってめっちゃ運動神経悪いんですよ。そうなんだ。ヒカキンさんとコラボしてる YouTube の動画があるんですけど、うん、そこで、飛び箱の企画があるんですよ。はいはいはい。で、結構まあ、コーチさんがすっごい運動神経いいんですね。はいはい、はい。もう、めっちゃ飛ぶんですよ。はいはい。なんですけども、マジで、その、キョモさんがすぐ脱落するぐらい、おー。すごい。で、だから、今の、せーのを合わせるための行くよとかせーのも、キョモさんの運動神経が悪いがゆえの、それのための合わせみたいな。なるほどね。そうなんだ。あんなにダンスうまいのにみたいな。まあまあまあ、今日だから許されるっていう範囲内だよね、本当にね。そうですね。なるほど、そういう感じか。これ面白そうだよ。せーの。いやいやいや、なんでこんなに捕まえられないのとも思いません。だって1対1でやってるわけじゃなくて。確かにね。5対1でやってるのに。いや、これ企画考えたの結構天才だよね。天才っすよね。今のはキョモさんがちょっとこう運動神経悪かったり、はい、こういうの容量が悪いみたいとか面白いんですけど、うん、逆に慎太郎さんとかそれこそ北斗さんとか、うん、まあ樹里さんあたりの運動神経がいいゆえに、うんうん、ガチすぎて面白いみたいな、あーなるほどね。なんかそういうところの盛り上がりみたいなのも僕は結構好きで、いやー、これはね、またね、ちょっとこのやっぱアイドルだからこそかっこいい場面だけじゃなく、これちょっと運動音痴な部分っていう、このちょっとできないっていうのが人間って見られると応援したくなったりとか好きになったりするあるんですよ。ありますよね。ただそう、ただかっこいいだけじゃなくね、これは結構いいポイントかもしれない。はいはいはい。ストタンじゃない人も楽しめるかもしれない、はい、いいね。この2本目の動画もいいじゃないですか。ありがとうございます。新チャンネル。さあ、ということで、じゃあ最後の動画は、はい、どんな動画でしょうか。そうですね。3本目は、ストーンズ、ドーム公演の裏側話しちゃいます。波乱の打ち上げ、ありのまま。おー、なるほど。これはだから、いわゆるライブの後の打ち上げ。そうですね。これはいいね。これが、まあ、今年の最初の方に、春にですね、うん、やったバイブスっていうツアーの打ち上げの動画。VVS。VVS。はい。で、これに関しては、トシさんもすごくいいって言ってくれてて。これ、すごい斬新だなと思ったのが、名古屋のライブ終わって、もうそのまま打ち上げをしてる姿をそのまま撮ってるんですよ。すごいな。すごいっすよね。めっちゃ生々しいっすよね。そんなホットなストーンズ。そうなんです。だからなんかこう、別に着飾ってもないし、もう多分私服なんすよね、6人。なんならちょっともう眠いみたいな。そうそうそう。ライブの話をちょっとこう、スタッフさん主導で、いろいろ聞いていくみたいな。いいね。動画なんですけど。これめっちゃいいじゃん。じゃあそれを見て。ちょっと見てみましょうか。ライブに連れてきたくない？いや、ジャーベンコールも出てきた。選曲がなんか、迷ったりこだわってる。選曲もあるから、あれ。酒飲むんですね。ねえ。ギオメドレじゃないから。ギオンメドレー。後半の俺はいつも盛り上がるメドレーあるじゃん。ミップジャットなぜやるの？あ、ちょっといい？はい。本当はあそこに入れたかった。ジュリーのちょっとほんわか、あ、顔赤いの可愛くない？ね、いいですよね。めちゃめちゃいい。もう疲労感からの。ね、めっちゃいいわ。ギオンメドレー。何？ギオンメドレー。実は。なるほどね。なるほどね。曲名ね。はいはいはい。どんどんどんランパ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 ンギーをちょっともう俺、慎太郎さんの髪型が目いっちゃうな、ちょっとね。もう終わってる感じで。終わってる髪型になってる。この一瞬、スーパーが湧いたの。うん。今年もね、いっぱい牛人
てか、なんか、ライブ終わってこんなになんか笑顔で話せるってすごい。体力がすごくない？すごい。体力がすごい。ドームとかでやってんでしょ、だって、うん。普通にライブをやった後にそういう打ち上げとか、うん、まあそういうオフな感じで話すっていうのは、あの、いろんなアーティストさんもやると思うんですけど、うん、後日とか、うん、そういうのですけど、なんかしかも、スタッフとかも言いずに、こう、みんなでやり取りして、こう、サラダとか取ってあげたりとかさ、はいはいはい、そういうの見れるのなかなかこれはないかも。いいっすね。これは結構、レアだわ。で、今の祇園メドレーに関しても、本当にこう、あの、バイブスのツアーの時に、デコトラで6人が乗ってこう、走るっていう。はいはいはい。まあ、瀬取りもすごくこだわって話してるよとか、まあ前半も結構こうライブの構成とかリハのことを話してくれてたりもしてたので、なんかそういうのって意外とこうライブの DVD のメイキングでちょっと入るとか、はい、それぐらいですけど YouTube でタダで見れるんですよ。いやめっちゃいいね。やばくないですか。いやめちゃめちゃいいと思いますわこれは。でこの私服のもうなんか地元仲良しメンバーで話してる飲み会みたいな、ね、いやーこれはねやっぱね、あのアイドルっていうだけで、あのやっぱ毛嫌いする人っていると思うんですけど、こういうやっぱ人間味あふれるオフなこの普通の少年かのような人っていうのをこう一面を見れてやっぱ好きになるっていうのはあると思います。これは、うん、めっちゃいいっすね。とっても素晴らしい動画ですね。これもねこのドーム公演の裏話を話しちゃいます。はい、もうドドンと3本、はい、トキアおすすめのチョイスのこれを見ればストーンズ好きになるでしょう、うん、案件案件動画案件ではない案件いやもう動画これ、うん、これ見てストタイになりましょう動画3本とも、これトシさん素晴らしかったんじゃないですかこれ。いやー僕も見たくなりました。あれ、ね、これは素晴らしい。ストタンの人もまだ多分好きになったばっかの人とかもいると思う。あいると思います。この動画を見てさらにストーンズを好きになってほしいなと思います、うん、今日のね企画は、はい、時矢が持ってきたこれを見ればあなたもストタンになること間違いなしでしょう。しーちゃんも見てみてよのコーナーでした。最初一回もそんなに言ってない。ぜひとも皆さんも見てみてください。そして、まだまだこのストタンで、Cチャンネルチャンネル登録してない人、このあなた、ぜひともチャンネル登録、そして、これね、今、トキアみたいにね、こんな動画も見たらさらにストーンズ好きになるんじゃないかっていう、うん、ストタンの皆様のそういったコメントもお待ちしております。よろしくお願いいたします。僕たちと一緒にストーンズを全世界に広めていきましょう。皆さん、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Cチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。